この衣装好きだな、この司の。このカードとかないのかな、なんか重くない？カットするよ、喋ることない。どうしよう。え、なんか、え、全然違うじゃん場所。待って、え、なにこれ、はっ、見えない、トリックアウトになってない。おお、誰あれ、トーヤ？ん？あ、トーヤだ。なんでだ。え、このピンク髪は誰？あ、これ秋田か。ヘイヘイ、トーヤ、トーヤ。すごい、魔法使えそうだよね。あ、かっこいいね。JO1 とかこういうの歌ってそう。へぇ、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 バブリーダンスしてる、平野ノラ参上。かっこいい、かっこいい。俺昔は結構 AAA の曲とか聴いてたんだよね。こういう曲結構多いよね、 AAA って。うん、回った、すごいね。これターンでさ、足首つりそうだよね。ノンノンノン、うわーすげー、大変そう。こんな動くんだね、一つのショーで。おお、トーヤ、待って、入るかが。じゃあ間違えた、どこにあるの、トーヤ。ピンクになっちゃった、あった、トーヤ、トーヤ、ガソリンに必要なのは灯油、クマは冬にするのは冬眠、シネマズは東宝、家電商品はとうとう、ヘイヘイヘイ。すごい、みんなシンクロしてる。おお、かっこいい。騎士の格好してるね。小羽たちが来る前にいい練習ができたな。あ、練習なんだ。カイトさん、今日もありがとうございました。どういたしまして。いや、今日は役得だな。美味しいチョコをもらえた上に、歌まで一緒に歌わせてもらえるなんて。チョコは、まあ、坊ちゃんの顔になってる。いつも世話になってるんで。ひゃー、トーヤ、そう言ってもらえると嬉しいよ。トーヤ、みんななんて、今日メイコの店にいたら、カイトはまだ入ってこないでなんて言ってきたんだよ。入ってこないで、せっかくバレンタインデーの時にオリジナルソングをプレゼントしたっていうのに。ああ、そうなんだね。それはどう考えても何かあるな。ん、うん、何何、二人ともどうしたの。いや、どうもしないですよ。匂わせしてる。言うだけ野暮とはこのことだな。何その匂わせ、ねえねえ、どういうことだい。バチェラーやれよ。カイト、あ、いた。お、それにアキトとトーヤもストリートしてる。お、ね、もしかしてカイトさんをメイコさんの店に呼びに来たのか。うん、あれ、なんで知ってるの。ちょっとな。へぇ、それより俺たちも一緒に行っていいか。うん、もちろんだよ。でも、小羽たちは待たなくていいの。ああ、小羽たちにはあっちでもう渡したからな。渡す？何を？それはまた後で話そう。トーヤー、まずはカイトさんをメイコさんの店に連れて行かなければな。ああ、そうだった。トーヤー、じゃあみんな行こう。トーヤー、
こっち見て、トウヤ。トウヤ。結構たくさん作っといたおかげで、こっちでも無事に配れそうだな。センター分けにしてる。そういや、あいつは何か送ったのか。巨人と戦いそう。あ、ピカーンでなった。あいつは何か送ったのか。え？というわけで、ショーは大成功に終わったというわけだ。ちょっと待って。なるほど。前回はみんながチョコに夢中になって聞きそびれてしまったけれど、そんな面白いことがあったんだね。うん、司くん、最後まで頑張っててすっごくかっこよかったよ。何急に。そうか、はあ、僕もその場にいたかったな。しののめくんには一度演出をつけたことがあるし、へえ、水木は窮地の中だし、何より司くんがいる、とても面白いショーにできただろうに。なるほど。確かにあそこにルイがいたら、さらなる感動のフィナーレを迎えられたやもしれんな。確かにね。まあ、より混沌としたショーにはなりそうだが。タラレバになっちゃうけどね。ルイ君の気持ち、ちょっとわかるよ。僕もそばで聞いてて、すごく参加したくなったもん。うん。司くんたちと一緒に、ショーをしたかったな。かわいい。そうだね。なんだなんだ、二人とも。まさに今ここに俺がいるというのにしょぼくれるんじゃない。楽しいホワイトデーを笑顔で締めくくるためにも、ここは一つ歌おうではないか。そうだね。ショーができなかった悲しさはやっぱりショーで埋めようじゃないか。短パン小僧いる真ん中に。ヒュー、すぐ。そうだね、王様ランキングみたいな服着てる。みんなで一緒にショーをやれば元気いっぱいになれちゃうね。そういうことだ。それでは行くぞ。おお、2曲連続、初めてそんなこと。よくなって、かっこいい。なんかついてる、ゴミついてる。つかさ、え、この髪型のつかさ初めて見た。で、ヘイヘイ、男子パート、ホワイトデーだからってこと。おお、こんな激しい動きしない。イエイ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 。ふぅ、つかさつかさ。あ、なんかやってる。ヘイ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 、楽しそう。領域展開してる。はあ、これさ、レッスンとかすごい大変そうだよね、リハーサルとかさ。一時期のカトゥーン感すごい。カトゥーンてるね、メンバーと対しちゃうけど。ヘイヘイヘイ。おお、みんな気づいた？あのさ、これウェディングケーキみたいになってない？ちょ、何やってんの？なんか気持ち悪い、四角、花火出た。待って、視界が気持ち悪い。何これ。ヘイ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 。音符ってるね。あー、よかった。最後はナマステって名倉さんってね。つかさのこの髪型かっこよくない？やはりスターには喝采が似合う。確かにね。なんだか司くん、いつもより調子が良さそうだね。衣装似合ってる。アドリブでショーを乗り切ったことで、また一つ自信がついたのかもしれないね。あ、すごいです。限界突破してますね。前みんなでアメリカに行った時、本場のショーに圧倒されていたようだったけど、うん、もう大丈夫そうだね。そうだね。ま、司くんはもともと自信の塊みたいなところがあるから問題ないだろうけどね。しかし、M もネネも遅いな。ミクたちの姿も見当たらないし。そうや、そうだよ。だってみんな、あ、うん、うん、それはどういう意味だ。あ、別に
N ちゃんがソナイトテッションのお返しの賞を考えてるとかじゃなくて。何？どういうこと？全部言ってしまったね。なんと、さらなる賞が生まれるのか。ならばこちらもさらに賞を考えなければな。いやいや、受けをいただいたね、今レンが。プレゼントの賞がプレゼントの賞を呼び、さらにプレゼントの賞になる。うん、何が何やらだね。永久期間の完成。ごめん、M ちゃん、ネネちゃん。なーに、気にすることはない。俺たちは俺たちで次の賞を考えるぞ。うん、レン、ルイ、お前たちのアイディアをどんどん言ってくれ。え、いいの？ああ、いいとも。それじゃあまず司くんをチョコの銅像にして、中から本物の司くんに登場してもらうというのは。チョコの銅像に一体どうやってやるつもりだ？それはね、ゴニョ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 。よし、母国語。僕もいっぱい考えるぞ。あ、みんな。何？今日も来てくれてありがとう。こっち見ないで。これからいっぱいショーをやるから、また見に来てね。なんだと？そんなことができるのか？何？なんか捕まえた今。が？汚くない最後。あ、ハッピーエンドにするぞ。はい、終わりました。終わります。